弦楽四重奏曲第14番 A 派単調作品131は、ベートーベンが1826年に完成させた、室内楽曲。弦楽四重奏曲第13番、第15番と並ぶベートーベン最晩年の弦楽四重奏曲の、傑作。出版順によって14番とされているが、15番目に、作曲された。依頼によって書かれた、弦楽四重奏曲第12番。 第13番、第15番の直後、この第14番は自発的に作曲された。そのためか、内側からの欲求によって作られたより芸術性の高い作品に仕上がっている。ベートーベン自身会心の作であり、この曲を作った時、ありがたいことに想像力は昔よりもそんなに驚いてはいないよと友人に語ったという。シューベルトはこの作品を聞いて、 この後で、我々に、何が書けるというのだと述べたと伝えられている。オイカールの属していた連帯の中条ヨーゼフフォン、シュトッターハイム男尺に検定されている。定型より多い7学章からなるが、第1学章を極めて長い助走、短い第3、第6学章を学章連結の計画と見ると、従来の4学章構成を踏まえたものであると見る、こともできる。 全曲は休みなく連続して演奏される。所要時間約38分。ありがとうございます。